こっちだよ。ブライトがアムロを案内する形になって、モビルスーツのテストが行われている区画に向かった。リガジーが一般のモビルスーツに比べて一回り大きく見えるのは、巨大なランドセルを装備しているからである。それはランドセルというよりはリガジーの本体を吊るすリフトクレーンといった感じである。そのリフトパックを操縦するためにリガジーの機体がドッキングしているという方が正しい。ケーラ。ブライトがクレーンのインターカムでその名前を呼んだ。しばらくしてリガジーのコックピットの下から送信の女性が流れてきた。向かっています。この新型やたらでかくて。ああ、ゼータと似ているがこんなに大きくはなかった。これで変形しないんですよ。え？これでか。あのランドセル、モビルスーツで戦うときは捨てるんですよ。アムロが怒りそうだな。ああ、アムロ隊を紹介したいが。アムロ！アムロってニュータイプの？本人にはその自覚はないんだ。そのことは言うなよ。え？ああ、シャイなんだ。ダメ。工作が改善されている。チェーンの指示が良かったんだな。アムロだ、よろしく。ケーラです、ご実行に。君を見た目で判断するところだった。どうです、この新型。ご覧の通り重い機体ですけど、メガ粒子砲の威力はすごいものです。一機で誘導できます。ものは言いようだ。そうか、だって巡洋艦並みですもの。いいセンスだな。チームを組めそうだが、君は僕が嫌いか。わかりません。タイとは今の今会ったばかりですから。私は直感って信じない方ですからね。霧工場だな、ケーラ。すみません。ケーラは思わず赤い舌を出したが、いやらしくはなかった。すみません、気をつけているんですが、すぐ出てしまって。ケーラ！アストナージ。お、アムロか。帰ってきましたよ、戦場に。縁起でもないことを言うな。そうそう戦争ばかりはしないよ。意外と気さくな方じゃないんですか。そうだよ。この新型、アムロ隊が。その予定だが。それは、ああそうですか。巡洋艦並みの云々だけではない、デメリットの方も調べないとな。それはこれからお話しするつもりでした。まずはメリットを話さないとギスギスするでしょ。逆の方法もあるさ。乗ってみたら意外に良かったとかですか。ああ、アムロと部下たちはグラナダで時折出現する未確認飛行物体を捉えるため定期的にパトロールに加わった。落ちろ！この機体、大きい割にキビキビ動く。アムロ隊！リガジーか。ウェイブライダーから発せられたメガ粒子砲は巨大なビームの塊で敵モビルスーツを一瞬にして塵にした。敵の正体をつかまなくてはいけないというのに、あいつ援護は嬉しいが、撃墜しては我々の任務としては失格だな。無理です。この機体初めて乗って初めての戦闘です。動きもわからない状態で、あれ以外タイを救えませんでした。ここまで来るのにウェーブライダーが必要で、戦闘しようとすると使い捨てか。あんな大きな翼をつけて変形しないのはつくづく納得がいかないな。望んだ機体ではありませんでしたか。まあね、乗ってみないことには何とも言えないが。嫌ならいいんですよ、私が乗っても。まさか。リガジーをそんなに邪険に扱わないでくださいよ。チェーンガギは技師として優れているのだろうが、男性が顔を近づけても避けないくらいぼんやりしたところがあるとアムロは思っていた。年齢の割にチャーミングな部分を捨てられないことも気になる。そんな女でも物事ははっきり伝えたいのだろうか。まっすぐに見つめてくる。リガジーは
ゼータガンダムのフレームが簡単にコピーできることは大尉もご存知と思いますが。知らないよ。あ、ご存知なくても結構です。とにかくこのフレームにメガ粒子砲のエンジンコアをランドセルにして大型のキャノンも搭載できるようにした機体です。さっき見たよ。しかしゼータとはかなり違って見えるが。ゼータガンダムのピーキーな特性は受け継いでいます。自虐かい。問題はラサーはこの機体リガジーを知らんということです。こんな時期だ、申請は通るよ。試験ですが、これは所詮ホビーだと思っています。え？邪剣に預かうなって君が言ったんだろ。ええ、せっかく作った機体ですからね。でも正直に言えばメカニカル的にマシン動作の効率が悪すぎます。これは悪あがきですよ。チェーンさん、思っていても口にしてはいけないことってあるんだよ。はい、大尉。その大尉って呼び方もね、皮肉はいいよ。軍人じゃないんですか？ここは違うだろ。はい、アムロさん。チェーンが持ち込んだ概念図を見るアムロたち。機体コンセプトはアムロが考えていた構想と酷似していた。僕の頭の中を盗んだのかい？まさか。アムロさんの考えと似るのは当たり前です。私は想像力がありませんから。ただ素材と構造に合わせて姿をアレンジしただけです。ガンダムってやつに似せただけ。じゃあ僕には想像力がないということになるな。アムロさんは絵描きさんじゃないでしょ。だったらこうなるわ。彼女が優秀なのは間違いない。着任が遅れたのは俺に責任がある。大変だったんだな。そうですよ、ブライトさんは私に厳しくて信じられないくらいの仕事を押し付けるんです。それだけブライトが信用しているってことなのかな。間違いない。ニュータイプなら彼女の能力を感じるだろう。俺にはテレパシーも何もないよ。チェーン、アムロという男はこれだ。苦労しすぎて面倒な人間になっているんだ。はい、アムロさんは正直で正確なんですよね。どうされました？女性問題ですか？いや、リガジーのことを考えすぎてしまってね。正直な人は嘘が苦手ですね。チェーンアギ。冗談ですよ。どうぞ、そんじょそこらのコーヒーじゃありませんよ。軍に出入りしている業者なんて同じだろ。アムロさんってそういうところもフレキシブルじゃないですね。どこのお店なんだい？今度教えますよ、私を本当に気に入ってくれたら。で、見た目よりは中身が問題なんだが。ガンダムに似せた形にするというリクエスト以外のことですよね。ああ、グラナダで発見された所属不明の、いや多分ネオジオンのモビルスーツ。ファンネルを搭載していたんじゃないかって話ですよね。このガンダムに搭載できないのかい？アムロさんがサイコミュ兵器を？もはやそれがなければ戦うことは困難だろう。それにサイドワンでファンネルを搭載したガンダムらしい機体も見ている。ガンダムって名前は外観の問題ですから、その故障はともかくその機体のことは知りません。フォン・ブラウンが製造しているんじゃないのか？私にそんな話がわかると思いますか？そんな立場だったらアムロさんとはこうやってお話もできませんよ。はっきり言うな。それはいい。ともかくジョン・バウアーの後ろ盾があるうちに作ってしまおう。ただし作っている間はガンダムって名前は使うな。ガンダムって名前だけで核兵器でも作っているのかって騒ぎになるからな。それでオリジナルのゼータガンダムが手に入らないんですか？これは俺の想像だが、あれは永久保存って扱いだな。オカルト扱いだよ。だから新しいモビルスーツを作った方が早いのさ。技術革新と若者を信じてな。私のことですよね？そのつもりだ。アムロとブライトは
隠し事をしているかのように近づいて会話をしている。忙しくて優先順位が遅れたんだが、ベルトを近いルマはどうした？別れた。自然と距離ができて彼女は去っていった。そうか。俺が我慢していることが彼女には分かってしまうのさ。それを感じて疲れたんじゃないかな。強い子だから最初はそんなアムロに興味があったのかもな。ああ、今は手紙のやり取りもしていない。南アメリカに行った話は聞いたが、未来さんは元気か？ああ、ラサから引っ越しの準備をさせている。もう地球にいる理由がない。上がれるのか？地球連邦からしたらブライトや未来さんはニュータイプなんだろう。いい加減俺がそうでもない保守的な人間だって気がついたのかもな。危険分子の扱いじゃなくなったと。俺だってホワイトベースの艦長時代は先が見えない状況で戦って生き延びてきた。それでもお前たちに言わせれば、俺なんてお父ちゃんなんだからな。え？お父ちゃん？俺は知らないぜ。嘘言え。カイは間違いなく言っていた。お前もそうだって聞いたぜ。知らないよ。カイはいつも何か罰が悪くなるとアムロもやってるって言うんだ。そんなカイはジャーナリストか。そういえばハヤトは気の毒なことをしてしまった。クラウボーとは会っていない。無理だよ。アムロさん、リガジーのテストの前にコクピットの調整と確認をお願いします。ああ、すぐ行く。彼女とはうまくやっていけそうか？ああ、大丈夫さ。ニュータイプの勘だ。